1番は同じ1番大島ですけれども、2番に昨日ゴノゴノ村松を起用してきました。クリーンアップは3番に細川、4番中田、そして5番に今シーズン2試合目の先発です、サードで石川、6番セカンド山本、7番センター岡林、スタメンマスクは8番キャッチャーの木下、そして開幕投手先発ピッチャーは柳裕也という今日のドラゴンズのオーダーです。まあドラゴンズもちょっと負けが込んできましたけどもね、はい、でも2球目逆方向、これは長打コースになりますが、大島はオーバーランでストップです。2球目を打ちました。まず先頭の大島がヒットに出塁です。リコスやや詰まり気味、ただレフトのサンタナその前に打ちました。大島村松左バッターが連打です。キロ点プレゼントなるかという4番ライトへ、セカンドランナータッチアップの構え、ここはスタートを切りません。強肩丸山でした。フルカウントランナースタート、ライトへ、ただここは丸山落下点抑えました。2本ヒットは打たれましたが、サイスリード初回を無失点で抑えています。外に終始してるから、はい、これもクイックね、外れた。今日最初のランナーが出塁しました。最後2本はこの神宮で柳からですからね。カーブ見せましたが、フォアボール。3番4番フォアボール、連勝中に比べて連敗中はフォアボールが非常に多くなってきたというドラゴンズ投手陣です、うん、これは立浪監督自らマウンドに行きます。やはりその変化球でね、はい、両サイドを攻めようとこうしすぎですよね。先行った伸びた伸びた、もう一伸び伸びていく、取りました。センター岡林本人も驚いている、大ファインプレー。1回攻防終了、0対0です。逆方向、中岡のグラブ弾いていきます。今日は左上、これ3安打目ですね。まあそのここはライト丸山が前に出てきます。落ちた、こぼしてしまいました。ヒットです。岡林、木下連打、空振り三振、打ち切りね。これも逆方向、フェアだフェア、そしてランナーがホームに帰ってきました。大島タイムリーツーベースヒット。今日はドラゴンズが先制点です。決して芯に当てたようなバッティングではありませんでしたね。チェンジアップの握りでした。村上の上、制度のレイボール打った、一二塁間タイムリーだった。1人、そして2人目、クロスプレーになるか、どうか、タッチはセーフ。その間にセカンドを流す、送球間にセカンド進塁、村松です。キャッチャーの、ね、中村もここはセカンド抑えてスリーアウト。ただこの回にドラゴンズが3点先制しています。フルカウント、センター返し、サイスリードもつなぎました。ドラゴンズになってきました。
けてるから、はい、レフトライトは前に守備位置を取っています。センター抜けた抜けた、そして帰ってきた西川、得点、ホームラン、チーム打率、セ・リーグトップのスワローズ打線です。3連打、信じられないような攻撃ですよ ね、 ね、まあ、3点取って、こんなことになるとはベンチも全然計算してなかっただろうし、叩きつけます。おっと、その間見失っている感じのフレームセカンドへ、ワイルド、これもセンター方向に前の下、ランナー帰ってきた、勝ち越し、逆転です、4対3、4連打となりました。サイスニードからの4連打、監督交代を告げます。ファーストランナーはオスナ、レフトへ伸びていきます、入れてファールグラウンドに落ちました。そうですね、はい、またそれよりも進化してるか分かりますね、はい、変化球、結局フォアボールです。とから始まりました2回、ここはショート、スリーアウト、しかしこの回4得点、一気に逆転したスワローズ、そういった攻防続けてきた村上ですが、ここは振っていません。今日村上3打席連続フォアボール、高め浮いたところセンターへ持っていった、まさにクリーンアップの仕事、サンタナ今日もタイムリー、5点目です。高めでしたね、スライダー、捉えた、見せた、歓喜のライトスタンド、喜ぶ、もろ手を挙げるジミッコさんたち、その前で4番が見せた豪快なグリーン、第8号リーグトップ、はい、とてつもない1回でした、ね、ここは三振に倒れました。2点追加、村上のホームランが生まれて7対3とスワローズリードを広げています。おっと低め外れました、今日許した最初のランナー、今度は星と村松、明治の先輩後輩対決、引っ張った、今日の猛打賞、そしてランナーはフルセット二塁三塁、連続打席の、ね、ヒットは止まりましたが、昨日5安打、今日3安打、猛打賞です。で、伊藤コーチが出てきました。次は細川、中田というところ、細川、中田、石川のヒットはありません。まあ、こういうところでね、まあ、
タイムリーが出ればね、流れも少しは変わるはずだけども、はい、外に寄った高め、センターは動きバック、岩田その上だ、ランナー2人帰ってきました。細川のタイムリーツーです。2点を返しました。高めを力抜けせずにセンターオーバー。そしてここでどうでしょう、交代ですね。2番中田を迎える前、ストレートの、はい、まあ、勢いにちょっと酔いしれたかな。そうですね。151キロ、まず宇佐美を三振。田原、大島だ、今日の大場所。さあ、反対が塩見、ただじゃ終わりません。やっぱりストレートですよね。カウントを稼ぐとかね、はい、外野定位置。ワンアウトランナー二塁一塁、バッター細川、初球を捉えました。細川、今甘く打ってなかったちょっとね、ツーシームが、ああそうですね、どうでしょう。さあこの後岩田の勝負、ここはしっかり強肩の岩田、ストレート押していった、オスナが追っていく、切れてファン、空振りスライダー、特に前、そう、はい、センターレフトはほぼ変わらず、追い込んでから逃げちゃいますかね。二人目を誘うという守備、さあこれはどうか、レフト岩田追いついた、ホーム、クロスプレー、犠牲フライ、同点。土壇場追いついた、サイスリードの今シーズン初勝利が消えました。さすが中田という感じですかね。まあ少し、ありがとう、変化球をね、試合に入れて、
そして、ね、はい、引きつけてね、まあ、完全には右打ちの意識はなかったけども、はい、まあ、変化球 その変化球で来るであろうというね、だから詰まり気味でちょっと浅かったですけどもね。そうですね、はい、ここはさばきました。バットが折れたようです。最長この神宮では決着がつくか。レフトセカンドゴロ。さあ
最後12回の攻防に入っていきます。打数5安打で今日も4安打、2試合で9本のヒット。ピンチランナー小田が起用されます。あと野手はキャッチャーの加藤と石垣2人。さあ俊足ですが、ワンアウト。流れも作っていきたい。いや詰まった。待って取ってファースト。これでツーアウト。引っ張った。ここは中田が抑えて試合終了。5時間4分の今シーズンプロ野球最長ゲーム、結果は7対7、引き分けに終わりました。まあ、総力戦持久戦、サイスリード、中島投手の権利を得てたんですが、木澤が打たれて今日はまあお預けということになりました。まあ、絶対的にね、あの5回6回までは、はい、中あのヤクルトが随分リードしてましたけど ね、はい、9回のちょっと誤算でしたね。木澤がね、はい、